皆さんこんにちは、パラです。今回の動画は、タンドラとキャンピングトレーラーで白川郷の旅になります。情緒あふれる冬の古い街並みがね、大好きなんですけど、ほぼ毎年高山に出かけていました。ちょっと今年は出遅れたせいもあり、雪が少ないとの情報をね得て、豪雪地帯の白川郷を目指したわけですが、残念ながら雪少なめでした。最終日に少しだけ降ったのでね、キャンピングトレーラーに新たに履いたオールシーズンタイヤも、ちょっと試してきたんで、よかったらねご覧いただけたらと思います。それではよろしくお願いします。はい、みーちゃん。え、ダメじゃん、降りたら。すごいね、なんか霧。すごい霧。うん。寒い。めっちゃ寒い。白川郷に着きました。今日はここで一泊しようと思っております。寒くないんだよね。気温も2度。ね、さっき雨がパラパラ降っとった。雪も全然積もっておりません。はい、道の駅白川郷でね、まったりしております。高山に行こうと思ったんだけど、明日は白川郷に行くことにしました。はい、ワンコたちもね、寝ております。はい、丸テーブルで広々。はい、テレビ観覧中でございます。雪降ってきたんだけど、でも積もる雪じゃないね、これは。風が強い。道の駅白川郷合唱ミュージアム、合唱ミュージアムを見てみたいね。はい、今白川郷着いたんですけど、正規のね駐車場にキャンピングトレーラーが入れないそうです。残念ですとか言いながら、ちょっと駐車場の上のね、こう空き地っていうか駐車場っていうかに今停めさせてもらったんですけど、臨時駐車場の、あ、車来たよ。ちょっと手前のね、昔はあのトレーラー入れたそうなんですけど、入れなかった理由がバックできない人が入っちゃって大変なことになっちゃったということでね、キャンピングトレーラー禁止になっちゃったそうです。みんなバックの練習してから駐車場行きましょう。はい、あ、リードしとこっかということで、確か何年か前の夏にもデカプリオさんここに止めてたような気がするね。うん、多分ダメだったんだろうね、その時点でね。はい、じゃあちょっと遠くになっちゃったけど歩いていきます。晴れてきました。ミーチャンネルもね、同時にやれないとね。野外合唱作り民芸園。
たいでちゅ。私もおそば食べたいでしゅ。うなぎ牛ステーキ丼のおろしそば。あ、じゃあ天ぷらそば。そっちが自然薯。自然薯。うん、うまっ。結構出すよね。あの頃は、はあ、和田っ子。私の右は取り戻した感じだね。道の駅庄川に着きました。今日はねここでちょっと早く着いたんですけど、ここで一泊したいなと思っております。で温泉ね、飛騨庄川温泉桜鹿の湯、ちょっと奥に看板見えるんだけどね、あそこで今日はね貸切風呂を予約しております。ちょっと温泉に浸かってねゆっくりしたいと思います。はい、白川郷のプリンの家、デザートの時間です。白プリンじゃなくて、なんだった、水プリン、白プリン水プリンとイチゴプリンか。でもゼラチンになっとる、透明も当たり前じゃ ん当たり前じゃんバカじゃない、ね、水プリンっていうから水の上にさ浮いてるかと思うじゃん。思わない、思わない。おはよう、ミンス。ミンちゃん。博士。ミンちゃん。爆発だーって。トレーラーも、タンドラも、レノジーのバッテリーを積んでるんだけど、携帯で、こうやってね、バッテリーの容量、コントローラー、ソーラーのね、発電量とか、DCC は、走行充電は今、まあ、走ってないからゼロだね。タンドラのバッテリーはね、今床暖房を使ってるんでね、このキャンピングトレーラーのポカポカポカあったかいっすよ。これね、それが今ね 5.48 アンペア使ってるのかな。で容量はまだ 90%。 今日はちょっと夜はねエアコンで過ごしてみようかな。一晩どれぐらいバッテリーが減るでしょうかというね。これは何、うん、これがトレーラーのリチウム200アンペアね。こいつは 99% ある。だけどソーラーで多分ね 80%、 70% ぐらいだったバッテリーが今 99% まで復活。うん、電源には困らない仕様になったね。まあ今ほとんどこう日が沈んじゃってるんで、山にね、だから11ワット、ちょっと寂しい発電量なんだけど、はい、よいしょ。なんだ、桜かな、言う読み方間違っとったらすいません。大丈夫ですか。はい。
も時間が9時から7時半の1時間半です。はい、はい、ありがとうございます。はい、7時半ですね。温泉から帰ってきてエアコンをつけました。電源はね、タンドラのリチウムからなんですけど、今バッテリーが 73%、 バッテリーが 73% で、朝、まあ、ちょっと温度設定も変えるかもしれないけど、動画見てますよ。朝までつけてたらどれ減るか、ちょっと検証動画にしたいと思います。はい、ワンコもねご飯を食べてる。はい、みさん、ねえ、もうそうだね。まいさんね、生理なんですよ、これね、生理。はい、塩豆はなちゃんの動画を見てます。まいさんもみーさんもみんな見てます。キャンピングトレーラーなんとエアコン止まってました。朝6時、夜中1時半だったかな。その時に起きた時はね、まだね、バッテリー 27% だったんですけど、朝6時、それから何時間経ったの ?1 時、3、4、5時間経った。今、バッテリー 0.18%。いつ止まったかはね、不明です。よって冬のエアコン、暖房の方はね、100アンペアのバッテリーでも難しいってことですね。おはようございます。朝起きたらね、雪が持ったというか、うっすらとやっと雪降りらしいね。です。
落ちて。はい、キャンピングトレーラーのね、タイヤ、ミシュランのクロスメイトのね、オールシーズンタイヤ、アイスバーンじゃないこういうね、積もりたての新雪は全然問題なく走ってくれます。パニックブレーキもね、テストしたんですけど、横に振られることもなく、アイスバーンだとちょっと問題あるかもしれないですけどね。みんさん、それ俺のマットガードチックしようとしたな。はい、ではもう一回行くか。行こう。はい、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 はい